まずはこちらのデータご覧ください。少年の非行件数、学識別の割合を県内と全国で並べたものです。中学生の占める割合が全国では 24.2% なのに対し、沖縄は 42.1% とおよそ2倍。県警では非行や不良行為の低年齢化を課題としています。子どもたちの非行防止の支援に努める少年補導職員の仕事を取材しました。山内記者のリポートです。私トータル12年目なんですけれども、一度この職離れたんですけど、やっぱりちょっとやりたいっていう気持ちでちょっと戻ってきたんですけど、一番のやりがいはやっぱり子どもたちと直接関わって、その子たちの変化が目で見て取れるっていうところです。宜野湾署少年課で少年補導職員として働く中里早苗さんです。少年補導職員は非行や不良行為を繰り返す子どもたちに対して、学習支援のほか居場所づくりなどを通して立ち直りを支援しています。この日、中里さんは不登校の続く少年たちの勉強をサポートしました。もうちょい、あとここまで、じゃあここまで、ほらほらほら、あと少し、あと少し、優先、あと少し。建設って彼らはですね、なかなか学校の授業の中に入りきれていなくて、ちょっと身なりの方がですね、指導が入っている子たちですね。生徒指導の対象となり学校に行かなくなった彼らは、不良行為に走り、学校以外に居場所を求めるようになっていたといいます。できれば中学を卒業した後、無職とか何もしていないという状況ではなくて、彼らが社会で行き場所がちゃんとできるような形を、居場所を作れるような支援をしています。本島中部の中学校に通い、当時少年補導職員の支援を受けた2人の女性、22歳となった今、支援を受けていた時のことを次のように振り返ります。学校行かない、出席日数が足りない、出席日数足りないから卒業式が出れないよって言われて、それで多分託されたんだと思う。介護士として働く比嘉さんと塗装工として働く金城さんは中学校以来の友人で、進級時のクラス替えで学校に居づらさを感じるようになり不登校になったと話します。二人は深夜徘徊で補導されるなど不良行為が目立つようになりました。深夜徘徊で補導一応2回ぐらい、2、3回悪かった、やるなとは言われました。2人の立ち直りのために少年補導職員は学習支援を通しての居場所作りに取り組みました。中3の初めぐらいだと思います。もう中学校3年生で丸々出席日数が足りないから卒業式が出れないってことで、ここに一緒にやったら出席日数に入るよってことで、2人は当時支援に当たった補導職員の根気強い対応を今でも覚えていると話します。行かなかったら電話がかかってくるんですよ。ずっと電話が鳴ってるんですよ、ブーブーって。多分車で待ってるんで、ガラガラガラって開けた瞬間に、おはようみたいな、それしか覚えてなくてさ、遅れていったとしてもおはようって明るく言ってくれたりとか、向き合ってくれたからね、卒業式も出てれたし、ね、中学を卒業した2人は現在、介護の国家試験の合格や子どもの成長を見守るなど、それぞれの目標に向かい毎日を過ごしています。現在県内には県警本部の少年サポートセンターのほかに14の警察署に少年補導職員が22人配属されています。県警の統計では県内における未成年の非行件数は年々減少傾向にあるとしながらも、少年たちが再び非行に走らないよう居場所作りや立ち直り支援が重要になると考えています。少年課は少年犯罪が起きた場合に検挙するというのが主な任務と思われがちですが、我々としては検挙活動を通じて、保護者であったり学校、児童相談所などと連携してですね、その後の少年の立ち直りもしくは再非行防止といったところに、力を入れております。
少年補導職員は学校に配置されるスクールサポーターと連携し、農業体験や調理体験など子どもたちに合わせたプログラムも取り入れています。このほか地域の少年補導員や少年らと近い年齢で勉強を教える大学生少年サポーターといったボランティアとも連携していて、このネットワークが少年たちにとっての居場所づくりにもつながっています。この少年手数学習支援とか居場所づくりといったところまではどうしても手が回らないというところがあります。そういったところで少年補導員がそういった活動をしてくれると非常に助かってですね、少年健全育成という目標に向けてやっぱり地域社会全体で支えないといけないというところで非常に、はい、助けてもらってますね。中里さんは地域全体で子どもたちを見守ることが必要だとしていて、一人一人が考えていることを見極めることも大事だとしています。実は高校行きたいんだよねとか、本当はこうしたかったんだよねっていう一言がポロって出た時に、あ、やっぱりこの子はこの子なりの夢があって、本当はちゃんとした道を進みたいけど今自分がどうしていいのかわからない状況なんだろうなっていうのが読み取れた時に、じゃあ一緒になって頑張ろうよっていう形で私たちが関わることで、まあ一人でも多くの少年が不幸な選択をしないように幸せな人生を歩めるようにきっかけ作りをができる仕事だと思ってますので、少年時代のつまずきから立ち直るべく寄り添い支える、少年補導職員は将来の地域を支えてくれる子どもたちの未来を見つめています。立ち直りたいけれどもそのきっかけがつかめない、どうすればいいのかわからない、そう感じている子どもたちにとっては自分たちのことを真剣に考えてくれる人の存在というのは大きな後押しになりますよね。そうですよね。根気強い関わりで信頼関係を築いているんだなと思いました。中里さんは子どもの行動は沖縄の社会の鏡だと話しています。家庭環境の厳しさから非行の道を選択せざるを得なかった一人一人に少年補導職員として真摯に向き合っています。